第一種電気工事士筆記試験の問いならですね平成24年の問題ですえ図のようなあ配電線路において変圧器の一次電流 iA はいくらかとただし負荷は全て抵抗負荷とし、えー、変圧器と配電線路の損失及び変圧器の0次電流は 無視するものとすると、えー、こういう問題であります。はい、あのここでねあのただし書きのとこがありますね、えー。負荷は全て抵抗負荷ということですからいわゆるあの消費電力ですね。W、えー、これはあ非送電力、えー、VA ですね。に等しいとこういうことなんですね。したがって二次側の負荷容量をですね これを S2 の VA としますとね S2 は、えー、1kg が2つですねはい、えー、線が2つそれから 1.3kg が1つということで、えー、これま足しますとね、えー、3300W になるわけですがそれが 3300VA ということになりますしたがって1側の入力もですね 3300VA になりますんで、えー 電流はですね、0.5アンペアと、えー、答えろになりますな。